どうもゼロの東ボールです、えー、5月の21日、まあもう今週末になってしまったんですけど、まあ、初めての九州でのまあ、単独自社イベントということで、あのー、鹿児島県の方で、06に鹿児島としてまあ、自社イベントをしたいと思っております、えー、で本日はですねまあ、その、えー、自社イベントに持っていく販売予定個体紹介を、えー、していきたいと思っております。 えーまああのー、自社イベントが、ねえー、去年の12月の『ゼロクイーンサイドビー以来の、えー、自社イベントとなるんですけど、まあ、当店は基本的に自社イベントの場合は、まあ、事前売却、まあ、不可とさせていただいておりまして、まあ、当日開場、まあ、してからの販売とさせていただきたいと思っております、えー、では、えー、本日は、えー『ゼロクイーン鹿児島』に持っていく販売予定個体紹介をしていきたいと思います1匹目にご紹介するのがコンフュージョンクラウンのオスです まああのー、この答えも新たにこうゼロクイーン、鹿児島用に輸入した答えなんですけど、まあ、僕もコンフュージョンクラウンが大好きで、まあ、結構キープもしてるんですけどパターンモルフの、まあ、クラウンコンボでは多分一番好きなコンボですね。な、うんでかっていうとやっぱりこう乱れ方が 乱れ方とか、まあ、シングルのコンフュージョン自体が、まあ、レオパードの上位互換のような、まあ、レオパードよりも黒くてレオパードよりもこう乱れてで、まあ、お腹にも柄がしっかり出ながら、まあ、顔の表情も変わるという感じで、まあ、それがクラウンになるとより強調されるという感じで、まあ、もう本当に一番大好きな、えー、クラウンのコンボですで、まあ、キープも、えー、日本産もとしてるんですけどやっぱりこう輸入便でオファーが来るたびにこう買ってしまうというかね、うんでまあ、前回のアメリカ便でもコンフュージョンクラウンのメス入れたんですけども今回も新たに。 コンフィージョンクラウンのオスを輸入しました、まあ、この答えもやっぱりこう黒々黒黒しくて、あのーまあ、顔つきもすごいかっこよくてでもお腹もこんな感じで、まあ、やっぱ柄が出てるという感じです、まあ、軽く半分ぐらいジッパーベリーになってるんですけどもうすごい大好きなコンフュージョンクラウンのコンボなんで、まあ、新たにまだ輸入しましたやっぱりこうパターンモルフなんで、まあ、もう何とかけても,もう相性の悪いモルフはまあほとんどないかなと思いますこの答えはコンフュージョンクラウンのオスで85万円で販売予定です えー、続いてご紹介するのが、ブラックパステルコンフェージョンクラウンのオスです。まあ、2匹いて、まあ、両方ともオスです。まあ、あの、本当にもう、見てわかる通り、まあ、とんでもない表現の個体たちで、まあ、コンフェージョンクラウンの、あのー、黒さと乱れと、まあ、いかつさを、まあ、ブラックパステルがそのまま、ブラックパステルの色にしてくれて、えー、よ、りえぐくしてくれたという感じなんですけど、まあ、ヘッドスタンプもこんな感じで、かなりかっこいいです。まあ、見たことのないヘッドスタンプっていうか、 ヘッドスタンプもこんな感じでめちゃかっこいいヘッドスタンプです、まあ、顔もなんか普通のコンフュージョンクラウンよりもさらにこう悪い顔というかねな、うん、なんかこうういかつい顔になってますもう色が完全にブラックパセルというかね、まあ、ブラックパセルの黒オレンジの色が出てくれててでも顔はもう本当にまあコンフュージョンクラウンと。 コンフュージョンクラウンですね、うん。の顔がしっかり出てて。やっぱりブラックパステルとかシナモンって、クラウンになると顔が優しくなるというかね、ほとんどパターンなくなっちゃうんですけど、それでいてやっぱりコンフュージョンクラウンってその上でもやっぱりここまでヘッドスタンプ出してくれるんで、やっぱり表現の強いというかね、クラウンの上において、まあ表現の強いゴルフなのかなと思います。両方とも結構ヘッドスタンプ出てい大体ね、ブラッパスクラウン、シナモンクラウンだったら相当多重、パターンの多重にしないとヘッドスタンプが出ないんで、 ここまで出てくれるってやっぱりコンフィージョンは表現強いなと思います腰の個体とかも背中の細いこのストライプが完全にこう途切れたストライプがまあブラックパステルのストライプというかブラックパステル結構表現出てくれてるなという感じですねでお腹もこんな感じでかなり乱れてますね、まあ、コンフィージョンクラン系、まあ、コンフィージョン自体がお腹すごいいいですよねやっぱりク、うん、ランでもここまで出てくれるんで、まあ、いいなと思います まあ個人的にはここからさらにまあエグえぐいモルフですね、まあレ,まあ、レオパードとかイエロービリーとかまあ濃いモルフかけてより黒いコンフュージョンクラウンが見たいなとも思います、えー、こ,のこの個体たちはえブラックパステルコンフュージョンクラウンでそれぞれ145万円で販売予定です、えー、続いてご紹介するのがレオパード VPI アザン、えー、ヘテロパイのメスです、まあ、あの結構 まあ乱れるレオパードというかまああのヘテロパイの影響でけ結構濃くなったりとかまあ乱れが強くなることもあるんで、まあ、実際まあこの辺とかまあパイマーカーあってまあこのあれですお腹側のこのサイドのラインですねこれがまあパイマーカーなんでまあそういうのもあるんですけどまあでも元々結構乱れてるレオパードは疲れてるのかなと、えー、思いますで僕もキープ答えてレオパード参拝いるんですけどまあレオパードが パイに入ると色かなり濃くなってまあ、それでいてアザンパイの場合さらにこうモノトーンになって色濃くなってくれるんで結構かっこいいアザンパイが作れるんじゃないかなと思います 結構写真もモノトーンでこれ輸入個体なんですけど、まあ、輸入する前にこの写真見せてもらってその写真が結構なんか電球色の光の下で撮られてたんで結構茶色く見えたんで、まあ、どうなんかなと思ったんですけど、まあ、実際来たら結構モノトーンでかなり綺麗な個体で安心しましたやっぱりこう特にアザン系、まあ、ボール自体そうだと思うんですけどやっぱ電球色系の下で写真撮っちゃ,っちゃうと、まあ、本来の色が出ないんで、まあ、なるべくこう、まあ、白に近い照明の下で撮るのが、まあ、一番綺麗に映るんじゃないかなと思ってます この個体は、えー、レオパード VPI ア,アザン、えー、ヘテロパイのメスで17万円で販売予定です、えー、続いてご紹介するのがマホガニーパイのメスです、まあ、この個体はこうご覧になって分かるとおり、まあ、ちょうどいいこう絶妙なバランスのミドルホワイトというか、まあ、僕はもうこれぐらいのもうパイが大好きですねやっぱり、うん、なんかこう単純に面積はミドルっていうだけじゃなくて結構こうバランスのいいスポット がなんかこうねスポットがバランスよく出ててもう最高に僕は好みのパイ表現かなと思います僕はやっぱりこれぐらいからローにかけてのバランスが僕は一番好きですねあとはやっぱりこうマホガニーパイは割とミドルとかローも多いように思いますねパイのコンボってほとんどのコンボの場合は大体ハイホワイトになっていくんですけど まあ、エンチパイは代表的なこうローになる、えー、コンボなんですけど、マホガニンパイは、まあ、ややローは出るかなと思います、まあ、ハイホワイトも全然いるんですけど、まあ、ローも全然バランスよく確率的に出てくるかなと思います、まあ、やっぱりシナモンパイとか油パスパイ大体ハイホワイトになっちゃうんですけど、マホガニンパイは割と、まあ、こういとミドルとかローがいる印象ですね、あとは、まあ、マホガニンパイの判別は、特にこの頭の後頭部というか、ね、後ろの方がこうがぼやけるというか、あんまはっきりアイストライプが後頭部に出ない感じですね、首元がぼやけやすいですね。 これが結構、まあ、マホガニパイの判別に、えー、役立つかなと思いますやっぱりこうせっかくマホガニーパイなんで、まあ、ここから先ぜひこうスマパイ狙っていっていただきたいなと思います、まあ、特にこうローホワイトの、まあ、スマパイ系とか出たらすごい可愛いと思うんで、うんまあ、ぜひ狙っていっていただけたらなと思います、えー、この個体は、えー、マホガニーパイのメスで、えー、22万円で販売予定です、えー、続いてご紹介するのがブラックパステルパイのメスです まあ結構この個体っていうかねブラックパステルパイも結構ダーク系のパイのコンボで、先ほどの魔法ガニーパイと、まあ、似てはいるんですけど、やっぱ違いとしては、まあ、最後に説明したようにこのアイストライブが結構はっきりしますよね、その魔法ガニーパイの場合はその首っていうかね、ね後頭部ら辺がぼやけてたと思うんですけど、こっちは割とこうしっかりアイラインがビシッと入っているというか、まあ、これがまあブラックパステルパイというかね特徴ですね、まあ、ブラックパステル自体のコンボが割と首元細いアイライン出たりとか、アイラインとかねこの背中のストライブ出たりとか、くっきり出たりしやすいんで。 割とこのパイブラパスパイの場合は判別しやすいかなと思いますでやっぱりこのパイの部分その模様の部分も、まあ、ストライプ基調になりやすいですね背中にこの日本製のストライプが出やすいというかまあ、オレンジのストライプのサイドにこう黒口っていうかね、まあ、出やすいですね、うん、まあもちろんあとはまあ黒くなりやすいという感じでまあ一見似てるんですけどまあ、あの細かい部分見ていくと、まあ、ワハゴニパイとはもう全然違うかなという感じですあとはまあこの答え、まあ、ややハイホワイトなんですけど、まあ、結構なんかこう パイのの出方がおしゃれとといいいいうかねままあ,あのバランスすすごい可愛いなと思います特になんかこの下半身この辺にパイが出るっていうかね模様が出るブラパスパイとかパイ自体があんまりいないですよねどっちかって言ったら結構上半身寄りに、えー、模様の部分が集まったりするんですけどこの下半身寄りにこの柄が集中して出るっていうのはなんかあんまりいないんで僕こういう表現のパイ昔から好きでこれも結構このパイのバランスに惚れて輸入しました。 あとはまあこのベビ,ビーでまあ結構ほくろもやや出てるんで結構こうほくろ出てきてくれたらもっと可愛くなっていくんじゃないかなと思います基本的にパイボールっていうのはほくろは増えていく傾向にあるんでこのベビ,ビーサイズでまあこれぐらいほくろ出てると結構将来有望というかねアダルトになったら結構まあほくろまめになってくれたらいいなと勝手に思ってます、まあ、この個体はブラパースパイのメスで15万円で販売予定です 続いてご紹介するのがピンクラウンのオスです。まあ、ピンクラウンは、もう僕結構好きなんですけど、まあこの個体は結かなりリリースというか、ピンクラウンにしてはもう柄がかなり少ない個体だなと思います。一応シブリングにブラックヘッドクラウンが出てるみたいなんですけど、まあブラックヘッドピンクラウンは僕見たことないんで、ちょっとわかんないですけど、まあでまあまあでも、普通のピンクラウンかなと思います。あとはやっぱりこう、ブラックヘッドとスパイダーが、えー、スーパータレスリン体なんですけど、結構ノーマルっぽくなるというか、あのー、 ブラックヘッドでもスパイダーでもないような表現になるのでまあ、もしかしたらそのスパイダーと表現の近いピンだったら、まあ、ブラックヘッドピン、まあ、ブラックヘッドピーは、ね、結構黒黒くなるんで、まあ、そんなノーマルっぽくなることはないと思うんですけど、うん、まあ、でもこの課題はブラックエッドは入ってないと思います、ね、まあ、ただのピンクラウンドだと思うんですけど、ね、かなり変わった表現かなと思います。まあ、とにかくリデュースでその うんなんかその細いピンストライプの模様がすごい少ないですよねであとは結構頭赤みが強くてまあ、ピンクラウンは結構頭赤み出たりするんですけどあとはやっぱりこう目かっこ目がかっこいいですねピンピンはやっぱりこう猫目というかねスパイダーみたいな目になるんでそれ、まあ、かっこいいなと思いますまあ、このことはやっぱり普通と一番違うところはやっぱそのリデュースっていうところが一番の特徴かなと思いますまあやっぱりピンストライプって結構掛け合わせに悩むことが 多いと思うんですよね結構スピナーブラストとかは結構なんかあのー、ベーシックなコンボなんですけどなかなかこう結構他との違いを出していくというかピンを100%生かし切るのが難しいモルフであると、まあ、個人的に思ってたんですけどやっぱり最近はスポットノーズとかあとはやっぱ一番はコンフュージョンの存在があって、まあ、ピンコンフュージョンも最高にかっこいいんでやっぱり僕はもうピンストライプやるときはもう絶対にスポットノーズがコンフュージョンをなんかこうベースにして考えるというかそういうふうに掛け合わせを僕は考えていってます。 まあこの答えもまあその辺もしかけていけたらまあかなりかっこいい答えも出せるんじゃないかなと思います、えー、この個体はえピンクラウンのスで9万5000円で販売予定です、えー、続いてご紹介するのがスポットノーズシュガークラウンのメスです まあこの個体はあの少し成長している個体なんですけど、まあ、実はもう去年かな去年の暮れぐらいに、まあ、あの取引しているブリーダーのところでこの個体がハッチしているのを見て、売、まあ、あってくれというふうにかなりお願いしたんですけど、いやもうこれはもうキープだから無理だよみたいな断られていて、まあ、結構あの交渉したんですけど、まあ、買うことができなくて、ただでもこの直近で輸入するときにまあ出せるよとうう言ってもらえたのでもう即答で買うと言って輸入した個体です。まあ、ベビーよりりは、ね、多少ブランしてるんでですけどでもやっぱりこの スポットノーズの明るさと乱れと、でまあ、やっぱシュガーが入ってるからこそのこの赤みというかね、た、うん、とサイドの抜けとかもう、もう完璧にこうマッチした表現かなと思います、うん。やっぱりシュガーがクラウンの上では表現が弱いこととかもあって、まあ、なかなかシュガークラウンだけど、まあ、確かにシュガークラウンだけど微妙だなみたいな答えがぶっちゃけ多いんですけど、まあこの答えもやっぱりまさしくシュガーが入ってくれたからこその表現をしてくれてて、まあ、最高にかっこいい答えかなと思います。 まあ、スポットノズが顔かっこいいですよねやっぱり、うん、顔にはねシュガーの影響はそこまでないと思うんですけど、うん、この背中の赤みと、うん、このサイドの抜けというか、うん、やっぱシュガーが入ってるからこその色なのかなと思います、まあ、このメス個体で、まあ、ちょっと成長してるっていうのも個人的にこう残ったら、あのー、ぜひ繁殖に使いたいなと思って輸入した個体です <laughs>、えー、この個体はスポットノズシュガークラウンのメスで40万円で販売予定です え続いてご紹介するのがブラックピューターキャリコイエローベリーのメスです。まあこの方は別名その出したブリーダーはブラックオレオブリザードとか、えー、って呼んでるんですけど、まあ、本当にその名前の通りなんかのなんかこうなて言ったらいいんですかね。このちょっとクリームがか,かった。 あの白い地肌にこう黒いパラドックス状の模様が出ててなんかその名前の通りの見た目かなと思います、まあ、あのやっぱ古代差結構激しくて、まあ、ここまでならない個体とか逆にもっとあの字のパターンが出,出てしまっている個体とかもいろいろいるんですけどもうこの個体はもう本当にこうクリーム色というか、ね、こう白に近い地肌にこの黒いパラドックスが出ててもうめちゃくちゃ可愛い個体かなと思ってます、まあ、一応まあブラックピューターとのことなんですけど、まあ、表現的にはまあシルバーストリークの可能性もあるのかなと腰が。 的には思ってますやっぱりこうまあ、シルバーストリークっていうのはスーパーパステルブラックパステルの別名なんですけどまだいたいこういう個体いるんですよね頭にこうちょっと黒いあの色が出てまあ、アイストライブもかすかに残りながら体は柄がほとんど消失するみたいなあの答えも結構いるんで、まあ、もしかしたらシルバーストリックなのかなと思うんですけど一応、うん、インボイスとしてはブラックピューターキャリコイエローベリーのメスですねシップの方とかもなんかこんな感じで柄で出て,てめちゃ可愛いですね、うん お腹はこんな感じで、まあ、ほとんどクリアベリーですね、うん、サイドはちょっと出てるんですけどお腹はほとんど真っ白で、まあ、なかなかブラックピューターブラックピュータ、えーキャリコイエローベリーでもここまでの表現になること少ないんでまあ、結構これは一目ぼれして輸入した個体です、えー、この個体はブラックピューターキャリコイエローベリーのメスで26万円で販売予定です、えー、最後にご紹介するのが、えー、ブラックパステルエンチスポットノーズクラウンのメスです もうこの答えもなんかとんでもない、えー、見た目している答えでまあ、ヘッド、ね、なんかやっぱり、ね、ヘッドスタンプがちょっとなんかすごい可愛い感じになってるんですけども体はもうめちゃくちゃ独クしい色して,てもて地肌は真っ黄色でまあ、そこにこうクラウンの模様と、まあ、サイドのやっぱこのオレンジですよねこう抜けというかねもうとんでもない発色していることですまあ、これもやっぱりこうブラパスエンチの,あの黒オレンジの発色に、まあ、スポットノーズのこう赤みというかねこの柄と、うん、なんかコントラストが加わったような感じでも,うもう見たことのないようなクラウンのコンボかなと思います。 この答えはやっぱもう写真見た瞬間も即決で輸入するって決めた答えで本当唯一無二の答えかなと思います。 やっぱりこう、ブラックパステルとエンジが一応スーパー体形成すると言われているので、まあ子供、まあ繁殖に使った場合は子供にはまあブラックパステルとまあエンジが分かれるというわけですね、うん。まあこの個体、まあ特に親の情報とか聞いてないんでわからないんですけど、もうこれイエローベリー入ってるって言われてももう、なんかその通りだなと思うような表現で、うん、なんですけど、じゃあこれが入ってないとしたら、まあここにイエローベリー入れたらどうなるのかなって想像するだけでも楽しくなるような個体ですね。本当も見た目最高の個体で、まあそれでいてもスペックも、もう超ハイスペックな 答えかなと思いますなんかもう本当見たことのないようなヘッドスタンプをしてますねこの個体はブラックパステルエンチスポットノーズクラウンのメスで68万円で浜定です こんな感じで本日はゼロクイン、鹿児島に持っていく販売予定交代紹介をしてみました、まあ、あの九州のイベント自体が僕、行くのが結構久しぶりで、まあ、自社イベントも本当初めてなんですけど、まあ、あの九州の皆様と久しぶりにお会いできるのをすごい楽しみにしています。 あとはですねまあ、T シャツなんですけど、まあ、今回もまたあのいつもの自社イベントと同じく、まあ、会場限定販売で、まあ、新たなデザインで T シャツを作ってみました、まあ、いつもはね横ロゴなんですけど、今回はまあちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、自分のサインをまあ胸元に入れてみて、まあ、横にまあ幅、まああの良いボールライフの英語バージョンみたいな感じで、まあ、バランスよく入れてみたんですけど、まあ、あとはその生地はいつもはもうちょ,うちょっとね薄い生地だったんですけど、今回かなり分厚い生地で。あのー 形もあのボックスシルエットで結構ゆったりした感じの、まあ、生地で今回は作ってみました、まあ、あのちょっと何色に映ってるか分からないですけど、まあ、結構明るめのライトグレーというかライトグレーに、まあ、グレーの、えー、フォントで、まあ、デザインしてみました、まああのー、いつもと同じく会場限定販売で,でサイズ展開は今回はボックスシルエットなんで M、L、X、L、ま、の、あ、3サイズ展開に えー、したいと思ってますでも今回もそんなに数作ってないんで、まあ、もし会場にご来場される方がいましたらぜひご購入いただけたらなと思います、えー、販売価格は1着6000円で、まあ、申し訳ないんですけどアパレルだけは、まあ、現金のみの取引とさせていただきたいと思っております、えー、こんな感じで本日は、えー、ゼロクイーン鹿児島に持っていく販売予定交代紹介をしてみました、まあ、あの冒頭でも申し上げました通りまああの会場からのまあ 販売とということで、まあ、事前売却は今回は不可とさせていただきますので、まあ、ご了承のほどよろしくお願いいたしますこんな感じで本日はゼ06院鹿児島に持っていく販売予定公開試食をしてみましたそれでは会場でお会いしましょう良いボールライフを